はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。ちょっとね、いつもイベこれか受けループかしか使ってないんだけど、ちょ今までイベルタル使ってきてね、あんまり使ってなかった方がねあったんで、一番ベーシックな熱風入りのイベルタル僕使ったことなかったから、ちょっとせっかくだからね使ってみようと思ってます。で、これ選出どうしよっかな。まあ、ドヒドは持ってく、ドヒドピクシーベルタルとかでいいかな。レヒレちょっと気になるけど、まあかといってレヒレに有効なポケモンがあんまいないから、まあ、イベルから入ってピクシードヒドイで多分いいと思うんだよね。裏の引き全部成立するから。ああ、なんかザシアンとはさ、毎日当たり前のようにゴロゴロ当たるのにさ、なんか全然当たんないんだけど熱風イベルタルにしてきた途端にめちゃくちゃ当たらなくなるっていう。で、イベルタルの技って、アクハデス、特殊型ならね、アクハデスウィング、羽が多分確定で、まあ、羽か不意。で、やっと1に気合玉か熱風ってなると思うんだけど、気合玉入れる理由は、まあ、主にバンギラスなんだけど、まあ、バンギラスは裏で受けが効くのと、ヌオウもドヒドも毒あるから、そっからそのバンギの裏にサイクルに負荷かけれるから、まあいいかなと思って、熱風の方がいいかなと思って熱風にね。てか、ま、熱風を使ったことないんだけど、そう、バンギはそういう風にカバーすればいいからっていう感じで構築を、ま、組んできましたね。で、これダイマックス切るかどうかな。相手のイベルタルの型によるんだけど、型によりけりだな、マジ。これ多分でもドヒド経由してピクシー引くのでいいと思うけどな。アークにピクシー引けるんだったら、悪くないっていうか、こっちのイベルタルが、お互いイベルタルは通せる感じなのと、ダイマックス。台まで打ち合った場合に、まあ、いやでもレヒレとか考えるとこっちがイベル残す方が多分いいと思うんだよね。相手打つとして多分まあダイジェットなんだけど、ドヒドへのダメージで物理か特殊か判断したいね。特殊ダイジェットでも一発は耐えんじゃないかな。あ、これ物理だねこれ 100% 物理だね。物理がありえなくて、物理だったら、で、カバルドン、こっから裏から出てくる展開、そんなきつくないから。まあ、トーチカ挟んでからでいいか。で、ピクシー引いて、ダイマカラスしに行こうかな。ドヒドの、いやー、トーチカやっぱ、結局、ヒヒダルマとか考えると、外せないなーみたいな感じがあって。ナックルか。これちょっとまずいなー。これあんま良くないけど。いやー、まあ、でもこっちのイベルタルの切り返しと、ドヒドで詰ませれる駒多いから、まあ、ピクシーは多分ちょっと雑でもいいんじゃないかな。ねえ、ナックル入ってて、でも、ダイジェットのダメージ物理なんだよな。特殊型かな。いや、特殊だったらもっと入るけどな、さすがに。こんなもん。いや、両党の話はあるけど、それだったらこっち返しのイベルタルのダイマックスで多分ぶっ殺せるでしょ。そんな気にしなくていいな。イベルタルはこれで軽く処理できたね。まあ、月ピカからでいいかな。無理にトリックしに行く必要もない。普通に物理か。でかっ。いや、かわすんだったらトリックから入ってもよかったな。マジででもデカデカ侍なんだけど。ここトリック。相手見え見えで、まあでもいいか。イベル焼けるにしても、てかさすがに物理だよね。なんで気合玉、どうやって気合玉入れてんのこの人。レヒレ、はいはいはい。まあレヒレの持ち物パクれるのはでかいかな。でもレヒレがフィールドに長期滞在できなくなるから、で回復しないからカプレヒレは、それは全然いい。でダイマなくなったイベルタルはさすがにドヒドで詰めれると思うんだよね。残飯 OK。 一番いいアイテムもらった一番いいアイテムもらったね。残飯ってことは多分はめてくるレヒレだから、ただ回復しないからきっちりかっちり削りに行くのが一番大事かな。はいはいはい。挑発から入ってくんのは OK。 いやー、ピクシーなんだかんだ強いんだよな、まあ、耐久ぶりだよねこのレヒレ、どう考えても。
さあ、こいつ長期滞在っていうか、打ち合って多分死んじゃね？そっちのヒレが。怒り。残飯でだいぶ緩和できてるかな？怒りのきつさを。はいはいはい。怒り蝶、イカ蝶、渦潮ないんかな？あ、でも渦潮打ったターン弱すぎるな。まあ、ムーンフォは確実にあるでしょ。まあ、ピクシー切りでもいいかな。まあ、このシーヒダウンは言うてって感じがあるけど。さっきんとこドヒドヒいてもよかった話はあるな。切ったとして。ああ、かばるのもう困んないから。切っていいと思うんだよ。ダイマックス剣こっちだけ残ってるから、ゴリ押せるはず。ピクシー死んじゃうけど、イベルタルから入って、これもあとイベルタルだけで勝てんじゃないかな。焼けたね今更焼けてもあんま関係ないけど、まあレヒレから残飯パクって回復しなくなったってのは一番いいかな。でイベルタルだとね、ウロスに対してドヒドとセットで投げてないとあんまり受けが成立しないんだけど、ピクシーがいると結構いいと。これはデスウィングでよくて、でイベルタルの技あとなんかそのメインウェポンのさ、あの特殊型ね、メインウェポン両方とも命中100なのがいいよね。命中安定で強い。ねこっから出てくるイベルタルは問題じゃないから、まあ裏次第って感じだけど、裏が多分ドヒドで全部詰めれると思うんだけど。ノラゴンか。まあドヒド引きでいいかな。ここドヒド引き成立するんだったら、まあドックドックも一貫するし、まあ再生から入って毒でいいかな。ハッチマキの火力はね、まあ再生から入るのが無難だと思うけど、交代読むならど、いやートーチカが多分一番なくて、トーチカにイベルタル引かれるとかが結構、まあ、ウノラゴン突っ込んでくるんだったらいいんだけど、まあ相手視点こう引くしか、あ、オッケー、いいね。はい、じゃあ3話続けて2戦目やってきます。やっとねザシアンと当たったと思ったら偽物の方だったんだが、マジか。え、でもこれメタグロスもいるしテッカガもいるし、多分イベルタルめちゃくちゃ刺さってて、きついのが、まあ、サンダーはさすがにきついからラッキー欲しい、ドヒド欲しいって感じかな。エースバーも考えると、フェローチェ絡めたいけど意外ときついんじゃないかな。ザマゼッタはドヒドでさすがにいけない？雑誌は無理だけど。これでいくわ。ちょ、ザマゼンタと当たることになると思ってなかったなぁ、さすがに。これ、鉄火具屋以外全部こっち成立するから、まあ、ラッキー下げてから、でいいかな。ボルチェンがまあ一番うざいんだけど、ラッキー引きして、まあ、そっからだね。イベルタル3台より S 早ければ完璧だったんだけどな。それだけちょっと、あー、でかい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 。超でかい超でかい。世界で一番でかい。最高の、あれだわ。これだから受け回しや、受けループじゃないけどさ、その、受けがある構築やめれないわ。初手代もかもれるから。まあ、てか相手視点あれか。ザマゼンタは結局ダイマックスしないから、サンダーとかで、ホイホイダイマックス切れる。はいはいはい。弾でしょこれ。火力ある。こんな、あ、大ジェット。あ、やっぱ弾だよね。こんな、入んないだろうと思ったけど。ステロ巻きが先かな。ダイマックス相手なくなった。でかい。超でかい。弾ねんだ。あ、グロスなんだ。ちなみにこの人この後僕のダイマックスどう止めんの？誰でも止まんなくない？まあさすがに自破打つ気力はなかったかな。メタグロス積まないから、積んでくるポケモンじゃないから、一回ドヒド引きしといていいかな。まあ打ってくるとしてアムハンかレンチだと思うんだけど、まあそれか、アイヘ？
思念はないかな。イベルタル見てるし。イベルタルここ投げれるターンだから。あー、レンチか。いいよ。いいよ、それぐらいは。許してあげる。ねえ、ラッキーいるから TOD 負けようがまずないから、ネットでいいか。で、多分サンダー引きなんだけど、凍ってなかったら同行しだけど。あー、でも、思念一応ケアするんだったら、まあネットから入っとくべきか。思念一発は耐えるけど、ネットのワンチャンで受けが成立するならそれでめっちゃいいし、氷とかしたい、そもそも。はいはいはい。焼いてほしいな。ねえ待って待って、それで成立したことになってんの、本当におかしい。さすがにイベルタル引くわ。レンチ打たれても、しょうがないか。ねえ、それでさ、成立したことになってんの、ほんとおかしいからね。成立してないじゃん。せめて熱湯で溶けてさ、まあ、3割引けとは言わないけど、ドヒトバせめて元気になってるはずだったからね。あー、ただこれ今度、これザマネンタいるんだっけこれ。いない？いるよね、多分。あー。ここ多分ダマゼンタ出てくるからドヒド引いとかないとダメかな。メタグロス相手吸ってないでしょ。まあ、突っ込んでくるとしてレンチだから、再生力稼ぐって意味では投げ毒かな。はい。ああ、サンダーなんだ。ほえー。まあ、ステロ入るのは全然いい。てか、だったら大悪で一体殺せてたか。で、赤派でも死んでたね。まあ、ラッキー投げで。逆に相手が釣ってくるかどうかって話で、ボルチェンあるんだったら初手ボルチェンでいいんだよね。さすがに。ボルチェン打たない理由ないから、ボルチェンない。うん、うん。オッケーオッケー。で、ドヒド回復してるから TOD が負けない状態になった。あー、裏に自破通したい話あるか。いや、玉込みでいいな。あー、はいはいはい。これなら自破次から押せるから。待って、これでさらに TOD で勝とうとしてない君。イベルタル着地したら勝ちだけど、羽休めとかに対して。まあ、投げていいか。まだ暴風でしょ。ああ、羽か。まあ、もう一回投げて次引こう。まあ、サンダーに羽休めないのは絶対ないから、存在しないから、そんなサンダーは。ちょ、マヒン内でお願い。静電気も引くなんておかしいよ、これで。静電気はさすがに引かない。ねえ。ちょっと、まあ、マヒン内なら関係ないから。ここ投げが通るならね。まあ、相手視点ここから暴風連打で巻き込んだんで、そうだよね。やるしかないから、おかしいなぁ。ちょっとおかしいなぁ。なんかおかしいなぁ、このゲーム。壊れてないか？引くわ、イベルタル。このゲームマジで壊れてるでしょ。もう、壊れてるもん。でもこのイベル大きい成立するんだったら勝ちだよ、僕。ダークオーラ。ねえ。なんでじゅ、もう、僕が弱いけど。あ殺された。ああ、悲しい。全然 GG じゃない。もう、これでしかも遅延されとるし。動画ここで強制終了します。あ、終わったわ。お疲れ様でした。また次回。